ひび割れだな、ひび割れだな、これ、これ土、あれ、どう、寿司を食うなら宝寿司、寿司を食うなら宝寿司、よし、俺はもう T シャツの中に住み込んで50人ぐらいかな、どこ生きてるシャツの中だって、楽しいひとときも残すところあと1曲じゃないから、この町に帰ってこれました。青森といえばあの偉大なスター、自己のサーティーの佐々木はじめちゃん、知らないね、あ、みんな知らない、じゃあ後で LINE しておきます。生まれも育ちも違うけどよ、俺たちはロックンロールの糸を手繰り寄せて今夜ここで落ち合ったんだ。これが運命じゃなかったら何なんだよ、偶然なんて言わせねえぞ。聞いてくれ、兄弟調子はどうだい、
ございましたが、こちらでお会いいたしましょう。ありがとうございました。Ha ha ha!